はい、どうも皆さんこんにちは。たけ366というものでございます。それではね、今日はアバやっていきたいと思います。相変わらずのね、重さですね。はい。ちょっとね、非常にやりづらいですね。ちょっとね、あまり、本当に最近アバ本当やってなかったんでね、ずっとバトルフィールドしかやってなかったんで、ちょっと、慣れないんですけど、重いね。ちょっと重いっすね、やっぱり。やっぱりなんか重いんだよね。なんなんだろうな。あー、ダメだね。本当に申し訳ない、なんか。ちょっとね。うわ、怖い怖い怖い。ちょっと、やっぱり、なんでこんな重くなっちゃったんだろうな。重くなる要素がないんだよね。本当に。だって、これよりも重いゲームが動いてるわけだからさ。ねえ、何らかの、こっちのゲームのクライアント側になんか問題があるとしか考えられないんだよね。ねえ、だってバトルフィールドとかさ、他のゲームだともっと、こんなものより、もしアバより、推奨ん最低条件だっけ、なんか、あれだって全然、下じゃねえ。うわぁ、ちょ。だっけ、バトルフィールドが全然上でしょ。ねえ、なのにこんだけ重くなってると。わあ、ダメだ。やっぱね、同じ FPS をやってないとね、ちょっと腕がどうしても落ちてしまうんだよね。誰だっけな、なんかね、なんか、毎日同じゲームは、誰だよ、お前ら。毎日同じ FPS ゲームをしようみたいなこと言ってる人がいたような気がしたんですよ。気のせいかもしれないけど。まあ、そんなことでね、ダメだ、これ。ほんとダメだ。いや、なんか、まあ、許してくれ。ちょっと、重いし。どうしてもダメだね、なんか。ほんとに。ダメ。全然、あれ。今が。重い。そして。どうしてもダメみたいだね、やっぱ。きついな、なんか。ないか。重いなぁ。ダメだね。ピンの値もなんか知んないけど高いし。ここまでね、なんか角つくとドンって上がるのことは、あんま見たことないんだよね。他の実況者とかで。ということでね、まあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。はい。